レルヤー。幼な性方への美しい賛美、心から感謝いたします。また、ハピシバ賛美チームの力強い賛美にも心から感謝いたします。今日私はヨハネの目視録、0章8節から11節の御言葉を通して、小さな巻物を食べる秘訣という題名で御言葉を語りたいと思います。小さな巻物を食べる秘訣です。 皆さん断食をしたことがあると思います。一日断食をしてみると一日が長く感じます。食べれることもないため時間が残るわけですよね。一日が長くなるんです。食べる時間も必要ないですし料理する時間も必要ありません。また食べたものを茶碗洗いするそういうことも必要ないですね。 また食べななけければ面白くもないわけです皆さん食べるというそういう楽しみもあるわけですけれども断食をするとそのような楽しみもありません。最近 YouTube などを見ても、えー、食べることを映すそういうチャンネルも多く出てきますよね。えー、人々の人生において食べるということがとても重要なもとであります。 聖書でも食べることについていろいろと語られているんですけれども聖書の始まりから見てみると神様はアダムに語られた命令が食べることについての命令でありますよね善悪を知る気の実を食べてはいけないと命令されましたイエス様もこの地に来られてイエス・キリストの地と肉を食べなければいけないと語られました また今日の本文でも小さな巻物を取って食べなさいと命令されていますね。ではこのような内容、この御言葉がどのようなえ意味があるのか、本当に,私た,ちの口に入れて私たちの口の中に入れるそういう食べることを意味しているのか、また他の意味があるのかをえしっかりと悟らなければいけません。 皆さん分かっているように、これは例えの見ことの内容ですよね。ローマ14章17節を見ると、神様の御国というものは、食べると食べること、また飲み食いするものではないと語っていますよね。神の御国は飲み食いするところではありません。またイエス様も語られました。イエス様の弟子たちが立法に従わなかったわけですよね。 立法では食べる前に、食事をする前に必ず手を洗わなければいけません。しかし、イエス様の弟子たちは手を洗わずに食事をしたわけです。その時立法,立法学者たちが来て何と言いましたか弟子たちを見てくださいと、ああやって手を洗わずに立法を守らないで食べていますというわけです。 その時また15章注意説で見言葉を語っているのはですね、口に入るものが人をけがすわけではないと語っています。その立法の、うん、意味をしっかりと悟りなさいと語られました。口に入るものが人をけがすのではなく、口から出るもの口の中から出るものがけが,れけがすのであると語られましたよね。口の中から、また腹の中から出るのは何ですか 悪い考えと、殺人と、勘員と、不貧庫、盗み、偽証ののりは、心から出るのであると、マタイ15章19節に記録されています。ですから、イエス様は、口の中に出てくるものよりもあ、口の中に入るものよりも出てくるものを重要に考えられたわけですね。ですから、小さな巻物を食べなさいというのも同じように、私たちが えー、自分の口に入れて食べるそういう行動を意味するのではなくもっと深い慰霊的な意味があるということを悟らなければいけませんでは私たちはどのように小さな巻物を食べることができるのかその秘訣について今日見てみたいと思いますまず1つ目に小さな巻物とは何でしょうか誰かが食べ物をくれると何かもから知らずに食べる人はいませんよね 何かをくれたらそれが何なのかをしっかりと見てから食べます。小さな巻物も同じなんですね。今日の本文、録10章2節の御言葉を見ると、えー、正確な表現は何かというと、開かれた小さな巻物であると語っています。この開かれた小さな巻物と語っていますね。これが誰を持ってきたかというと、録10章1節を見ると、 一人の強い見つかいが持ってきたと語っています。多くの神学者たちはこの見つかいが再臨の主だと語っています。再臨の主がこの開かれた小さな巻物を手に持ってきて選ばれたためにくださりそれを食べろと言われるわけですね。ここで開かれた小さな巻物と言われているのを見ると。 これは開かれていなかった時があったということを意味しています。目視録5章1節を見ると、この時は封じられていたものでありました。目視録5章1節を見ると、私はまた、座にいます方の右の手に巻物ガラドを見た。その内側にも外側にも字が書いてあって、7つの封印で封じてあったと語っています。この時は封じてあった本なんですね。旧約ではこの本が、 えー、封じられていた、えー、本でありました。イザヤ29章11節を見ると、えー、封じられた、えー、ものであったと語っています。29章11節から見ると、えー、これは封じてあるから読むことができないと語りましたね。この本は聖書の御言葉であります。しかし、旧約ではこの本が 報じられたた、えー、ものでであったわけですしかしイエス様が来て黙示録5章5節を見ると子羊がイエス・キリストが勝利してこの、えー、封印を解かれたと解放されたと語っています旧約で封じられていた本が新約に来ては封じられずに開かれた本となりましたしかしその本は えー、ただ1回ですべてが開かれたのではなくイエス様は一つ一つ解、えー、かれました7つの封印でありましたよねこれは全身的な、えー、啓示展示全体的なものではなくて少しずつ少しずつ時間が経てば経つほど少しずつ、えー、開かれていくことを意味します。 ですから、世の終わりのとき、最後のときには、すべての聖書の内容が開放される、開封されるわけですね。処理のときには、部分的に開封されました。ヨハネ16章25節を見ると、ヨハネ16章25節を見ると、私はこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さないで、あからさまに父のことについて、 えー、話し聞かせる時が来ると語っています。完全に開くことが開く時が来るわけです。書輪の時にはすべ、えー、てを、えー、公開されたわけではありません。とえを通して語られたり、えー、したわけですよね。なぜですかこれは見ると時が来ていなかったからです。時が来るとあからさまにすべてを開封されるとすべてを公開されると語っています。 イエス様が来られたときに、ヨハネ16章12節を見ると、今あなた方はそれに耐えられないと語っています。イエス様はその当時、すべての御言葉を公開しようとされましたけれども、まだイスラエルの人々のそのえ心が開かれていなかったからなんですね。その御言葉を受ける。 器が準備されてていななかかっったたために全てを公開すすることはでできなかったわけですしかし世の終わりの時には全てを公開されると世の裁きの時であるため準備ができていてもできていなくても全てを明らかにされると聖書は語っているわけです聖書で多くの再臨に対するそういう象徴的な記録がされていますけれども その中で一番重要な証拠、証しというものは、聖書の御言葉を完全に解き明かして開封される方であると、公開される方であるということです。それが再臨の世の終わりの確かな証しなわけです。ですから、聖書の御言葉を解き明かしてくださることを、解き明かしてくださる方を待てばいいわけですよね。 その啓示を受けた人は、啓示を受けた人は、使徒ヨハネでした。使徒ヨハネは、その封じられた見言葉を見て、涙を流したと、泣いたと語っています。封じられた本であったために、それを、えー、見ることができず、 泣い死と語っています使徒ヨハネはどのようにしてでも読んでまたその本の封じられたその内容を悟ろうと努力したわけですしかしそれをできな見ることができなかったために泣いたと語っているんですね私たちも同じように聖書の御言葉をしっかりと読んで勉強して準備しなければいけませんなぜならば もう一度くださる方は、来られる方は、すべてを解き明かしてくださると語っていますけれども、なぜ私たちがそれを、それについて準備しなければいけないのかというと、この御言葉を読んでみよう、悟ってみようと努力しなければ、これが本当に開かれたのか、また開封されているのか、区別することはできないからです。努力していない人は、それに到達することはできません。 一回も読んだことも努力したこともない人はその御言葉の価値をも誘うこともできませんしいくら主が来て解き明かしてくださってもああそれがそうなんだなと簡単に考えてしまうわけですね。ヨハネのように切なる祈りをもって切なるそういう心を持って聖書の御言葉を解釈しようと努力しなければ。 そういう熱心さがなければ、この小さな巻物を与えられないということを聖書は語っているわけです。ですから私たちが一生懸命、もっともっと深く悟らなければいけないわけですね。この本は小さな開かれた巻物でありましたね。これは小さなものでした。小さなもの。この本というものは聖書の神様の御言葉ですよね。 でもなぜ神様の御言葉について小さな巻物と語っているでしょうかヨハネ、十章、二十九節を見ると神様はすべてのものに勝るものであると語っていますね。神様は偉大な方であります。宇宙万物よりも偉大な方であります。そのような方の御言葉がなぜ小さな巻物と語っているのでしょうか その理由は、まず1つ目に、イエス・キリストの謙遜さを意味しています。謙遜。謙遜であられるイエス・キリストを悟語っているわけですね。イエス様は謙遜な方として、小さな者としてこの地に来られました。マタイによる福音書20章、27節からを見ると、誰でも人に仕えるために、 人の子が来たのも使えられるためではなく使えるために来られたと語っていますね。自分の命を多くの人に与えるためであると語られています。イエス様は使われるためではなく使えるために来たと語っています。本当に謙遜な姿として来られたわけです。こういう小さなものとして来られて世の中の傲慢な者たち権力のある者たちを取り除かれたわけです。 神様の見舞いでは全てが謙遜に小さなものとなって謙遜な姿をしない、歩まなければいけないことを意味しています。世の中が堕落したため、基準が変わりましたね。神様は宇宙万物よりも大きな方であり、その神様の御言葉は一番偉大なものであるのにもかかわらず、世の中が堕落することによって、 この御言葉が小さなものとなってしまったわけです。世の中は大きく考えますよね。世の中のものはお金、お金とお金を大きく考えます。しかし御言葉は世の中の人は関心をも持ちません。小さなものとして考えるわけです。本当に小さな姿として考えます。イエス様も同じように小さなベツレヘムというところに来られました。また 夜、夜中、誰も知らない時に馬小屋で生まれたわけです。ですから、私たちは、私が自分自身をです、ね、高いと考えてはいけません。傲慢になった人は、この御言葉を受けることはできません。聖書でも書いていますよね、小さな扉に入ることを、えー、しなさいと。 小さな扉に入るためには、私たち自身が小さくならなければいけません。これはダイエットをしなさいという意味でもありません。霊的にですね、謙遜にならなければいけないわけです。しもべの姿として、主の前に歩まなければいけません。そういう人が小さな扉に入ることができるわけです。また2番目に、なぜ小さな巻物なのか。それは、詳しく、強く関心を持って歩まな、えー、探さなければいけないということを意味しています。 詳しく関心を持って深く見なければいけません大きなものは普通に適当に見ても見えるわけですしかし小さなもの例えば小さなダイヤモンドであったり真珠であったり小さなものを大きな部屋で見つけようとするとどうですか難しいことですよね詳しく本当に低くなって 集中してみなければ探すことはできません。そのように、この死とヨハネのように、切なる思いを持って探す者に神様はこの小さな巻き物を下さると語っているわけです。探す者、関心を持って、切なる願いを持って探さなければ、この御言葉は開かれないということを意味しています。 世の終わりの時小さな巻物を食べることができる人は誰かというと、御言葉に集中し、御言葉に深い関心を持って詳しく見る人にその本が開かれるわけです。ですから、イザヤ34章16節を見ると、34章16節にあなた方は主の主書をつまびらかに尋ねてこれを読みなさいと語っています。集中して つまびらかに尋ねなさいと語っていますねでは大きな2番目ですこの小さな巻物をどのようにして食べるべきでしょうかその食べるその方法について見てみましょう小さな巻物を食べるというのはどういう意味ですか本当にこの本を1枚ずつめくりながら食べなければいけませんか 皆さん英単語の勉強をするときにその辞典の単語をすべて覚えてから1ページずつ破って食べたという人もいますけれども私たちもそのように本当に食べるんですかそういう意味ではないですよね。多くの人は聖書の御言葉を読んで聞くことであると考えると思います。 私たちの耳が私たちの魂の口のようにですね、御言葉を聞けばその御言葉を食べることであると考えます。それも間違いではありません。しかしそれは全てではないわけですね。この小さな巻物を食べるというのはどういうことかというと、悟らなければいけないということです。悟ることが食べるのです。聞くだけが悟るわけではないわけですね。御言葉を聞いて、 えー、その聞いたことを覚える人もいますしかしその見言葉の内容を悟った人は多くありませんスイカの皮をなめるようにですねそのスイカの皮をなめるからといってそのスイカの味を知ることはできますかでき,ないわできないわけですよ、ね、先週私が、えー、梅雨とマナについて説教したんですけれども えー、梅雨はマナを覆っている、えー、外側のものであるならばその内容は中身はマナなんですね多くの人はその梅雨の御言葉を聞いてイエス様の前に来ました梅雨も恵みの御言葉ですしかしその梅雨の御言葉だけではだめなわけですその梅雨が覆っているその中身マナを食べなければ私たちが遠の命を得ることはできないわけです それが先週の内容のメッセージの内容でした。そのマナーを与えるためにイエス様は来られたにもかかわらず、その見言葉を悟ることはできませんでした。マナーを見ることも悟ることもできずに終わってしまったわけです。ヨハネ6章60節に弟子たちが言いましたね、これはひどい言葉だと。誰がそんなことを聞いておられようかと。とても難しい内容だと。難しいというのは、この人たちが 頭が悪かったからというわけではありません。それを受け入れることができないということです。私はこのような内容は受け入れ,れないと語るわけですね私の肉を食べなさいと、私の血を飲みなさいといやおかしいぞと言うわけですね。この内面にある霊的な面を見ることはできなかったわけです。その内面にある隠されたマナー、そのマナーは何ですかそのマナーは イエス・キリストの正体を明,る明らかにするものでした。多くの人々がイエス様の前に集まりましたよね。イエス様の御言葉はすごいと、恵みがあふれると言ってくるわけです。その集まってきた人たちにその中身を、その本当のメッセージを教えようとしたときに、その内容を、え。ー 悟ることはでできませんでしたね私が天から来たパンであると私が神の子であると私がイエス・キリストでありメシアであるとそれがえ結論だったわけですしかし彼らはその御言葉を受け入れることはできませんでした自分のえ生活に必要な自分の暮らしに必要な恵みの御言葉だけをくださいというわけですね イエス・キリストの実態を明かす、そういうメッセージを受け入れませんでした。私たちがそれを受け入れなければいけないわけです。この小さな開かれた巻物というものも同じです。その本を開かれた実態を悟ること。ヨハネ5章39節に何て書いていますかヨハネ5章39節を見ると、あなた方は聖書を 見るときに、えー、永遠の命があると思って調べているけれども、この聖書は私について明かしするものであると。イエスについて明かしするものなんですね。聖書は私たちの心の中に希望を与え、慰めを与える、そういう恵みの御言葉なわけではないわけです。それももちろん合っています。必要です。その御言葉が必要ですし、 毎日毎日その御言葉を聞いて学んでこの世の中で暮らさなければいけませんしかしその御言葉を通してイエス・キリストが誰なのかを悟らなければいけないわけです私は今日この御言葉をこの小さな巻物を食べる2つについて2つの方法について見てみたいと思いますその2つの方法を聖書に出てくる女性の 行動を通して見てみたいと思います。新約に出てくるスカルの町にいた女とまたザレパテにいたヤモメについて見ながら悟りたいと思います。まずスカルの町にいた女について見てみましょう。この人は御言葉を聞いて悟った人でした。聞いて悟った人。イエス様がサマリアですね。 ユダヤ人が意味嫌うユダヤ人が近づ,かう近づこうともしないサマリアに行かれましたそしてヤコブの井戸の前に行かれたわけですその時にその女が水を汲みに来ましたねサマリアの女が水を汲みに来ましたその時水を飲ませてくれと語りましたその時水を汲んであげたわけですけれどもイエス様があなたの旦那を連れてれ来いと言ったわけですヨハネ 4章16節から18節に記録されていますね。あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいと。そうすると女は答えていた。私には夫はありませんと語りましたね。イエスは女に言われた。夫がないと言ったのはもっともだと。あなたには5人の夫があったが、今の,はあ,なたのあなたの夫ではないと。あなたの言葉通りであると。えー、知らない人だから、私は旦那がいませんよと言ったわけですけれども、イエス様は。 過去に5人の夫がいただろうと、今、えー、住んでいる男は夫ではないと、うん、嘘はついていないねと言ったわけです。ですから驚くわけですよね。この人は誰なのかと、なぜ私の過去を知っているのかと。驚くわけです。その過去をすべて見ておられる方ですね。諭しておられる方。 にあったわけです皆さんも考えてみてください。このスカルの街にいた女のように女だったとして考えてみてください。わあ、あすごい人だと。その当時何を聞かれるんですかこういう人に会ったら誰何と言われますか私がこのような人に会ったならば何を聞くんですか信じない人は 何をすればお金を稼げますかとそういうこと言を言うかもしれませんまた自分の息子がどの学校に行くべきですかとか誰,の誰と結婚すべきですかといろいろとまあ自分の関心のあるものを聞く,ことで聞くでしょうしかしこの女は何と言いましたかイエス様に聞いた質問は何かというとヨハネ4章20節にこの山で礼拝をしたのですけれども先祖はこの山で礼拝をしましたけれどもあなた方ユダヤ人たちは 礼拝すべき場所がエルサレムであると語りますと語っていますねな。どちらが合ってるんですかというわけです。お金について語ったり、質問したりするのではなく、どこで礼拝するのが正しいのかを聞くわけです。この女の関心,さは,関心は何ですか礼拝なわけです。普通の女ではないわけですね。 この女の心にはどのようにしてしっかりと礼拝を捧げ、どのようにして救いを受けるか、そこに関心を持っているわけです。そして、2番目に質問したのが何かというと、25節に、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば、私たちに一切のことを知らせてくださるであろうと。 2番目の質問はメシアについてですね。メシアを今待っているんだけれども、メシアが来たら過去を知っているんである。これはどういうことかというと、あなたがメシアですかと語っているのと同じです。イエス様が全ての過去、自分の過去を知っておられたわけですよね。初めてイエス様は最初に直接自分自身についてですね。自分の口で 私がメシアだと明らかにされたわけです。これが最初です。ヨハネ4章26節にありますよね。イエスは女に言われたと。あなたと話しているこの私がそれであると。私だと。明るみにされたわけですね。明らかにされました。多くの人々には語られませんでした。しかし、この女にだけ初めて私がそのメシアだと語られたんですね。なぜでしょうか 先ほどヨハネ16章12節に記録されていますよね。ヨハネ16章12節を見ると、他の人々はその御言葉を教えても受け,入れ受け取れないわけです。あの人はおかしいとい、たんだというわけです。しかし、この女はその御言葉を受け、その秘密を悟る心の準備ができたわけです。ですから、イエス様はそのことを示されたわけですね。 その時、ヨハネ4書28節を見ると、その女はどうしましたかその水がめをそのまま捨てておいて、人々に行って、私はメシアにあったんだと、天道しに行きましたよね。この女は、御言葉を聞いて、悟って、信じたわけです。このように、この女は、隠されていたマナ、小さな巻物を受け入れたわけです。なぜですか イエス・キリストの実態を悟ったわけですよね。小さな巻物を食べたわけです。ですから、まず1つ目はですね、見言葉を聞いて悟らなければいけません。スカルの街の女のようにですね、ならなければいけません。また2番目にはザルパテのえ女です。ザルパテの女は、 その悟る方法が少しし違いましたね17章、列王記上17章、9節を見るとエリアがまず、このケリテ川のほとりでえ隠れていたわけですけれども、その次にえサルバテにいるヤモメの家に行きなさいと語りましたよね。 列王条17章9節を見ると、立ってシドンに属するザレバテに行って、そこに住みなさい。私はそのところのヤモメの女に命じてあなたを養,養わせると。シドンは神様を信じない違法の土地であります。そのところにいるヤモメに神様は命じられました。命じられたと。もうすでにそのヤモメに片手を置いたと。 一人の預言者を送るからその人を養いなさいとその女に語っていたとそれでその見言葉に従順してエリアがそこに行きました行ってみたら雨が降らずにもう飢饉にあっていたわけです食べ物がなかったわけですねそしてエリアが食べ物をくれと言ったわけですけれどもその女は何と言いましたか17章12節を見るとあなたの神、主は生きておられます私にはパンがありませんと ただ、亀に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけですと。今、私は炊き木本2、3本を拾って、家に帰って私の子供のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのですと語りました。今、小さなものを食べて、その次にまた死のうとしているんだと。どれほど悲しい状況ですか食べるものがなくて もうう死のうとしているそういうい時代だったわけですねその時エリアは何と言いましたか13節を見ると、えー、エリアは彼女に言った「恐れるに及ばないと」と言ってあなたがあなたがいた通りにしなさいしかしまずそれで私のために小さいパンを1つ持って作って持ってきなさいとその後あなたとあなたの子供のために作りなさいと語られましたね。 一握りの粉だけを持ってそれ,でそれを食べて死のうとしている人に私にくれというわけです、預言者がエリアはそうやってその小さなものを先にくれというわけですねしかしこの女は従順しましたその御言葉に従順してパンを作ってそのエリアにさ捧げましたね 差しし上げましたその時祝福がその過程に満たされてこと油が、えー、耐えることなく養われたと祝福を受けたと列王上17章1516節にありますねエリアがいた通りにしたと彼女と彼および彼女の家族は久しく食べた主がエリアによって言われた言葉のように 亀の骨はつき粉はつきず、ピンの油を足りなかったと語っていますね。列王上17章15節から16節に記録されています。ですから、このサルパテにいた女はですね、小さな巻物を食べたその方法は従順でした。従順によって小さな巻物を得たわけです。スカルにいた女は、見言葉を聞いて悟りましたけれども、このサルパテの女は、 従順することによって悟ったわけです。体験したわけですね。エリアが御言葉を語られた通りに、食べるものが尽きることなく神様の祝福が自分の家庭に与えられたわけです。それを体験したんですね。これは確かな信仰でした。確実なものでした。24節に何て書いてますか女はエリアに行った。 今私はあなたが神の人であることとあなたの口にある主の言葉が真実であることを悟りましたと語っています体験がある信仰体験がある人は決して信仰が揺らぐことはありません皆さん考えてみてください神の人が来て御言葉を語られましたそれを私も従順はしたわけです従順したために多くの祝福を受けました 信じるべきですよね。それが永遠の命であり、それが小さな巻物の御言葉なわけです。従順する時にその御言葉が語られた人が誰なのかを悟るわけです。従順することによってエリアは神様の人であることを悟り。私たちも同じように従順することによってイエス・キリストが誰なのかを確かに悟ることができるわけです。その従順の 体験を通して一生涯を暮らしていくわけです。心配事のない、憂いのない祝福を受けるわけです。私たちもこのような、えー、チャンスをくださるわけです。従順するときに体験が与えられ、信仰のが強められ、その悟ることによってもっと多くのことに従順することができるようになります。サイクルを通して自分の信仰が強められるわけですね。 イエス様はヨハネの12章50節を見ると神イエス様は父の命令が永の命であることを悟ったと語っています父の語っているこの命令が永の命であることを悟っていると知っていると語られましたよね従順することが小さな巻物を食べることであります永の命を得ることなんですまたヨハネの福音書 6章27節を見てもあなた方は朽ちるもののために働くのではなく朽ちないもののために永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいと語っておられます世の中の人は朽ちる食物のために働きますしかし私たち信徒は永遠に朽ちない永遠の命に至る食物のために働かなければいけないわけです それが御言葉に従順することですこの女も従順することによって食べることは全て解決されましたどうやって食べてどうやって暮らしていくかそういう心配事この世の中の心配事はなくなってしまったわけですよね私たちにもこのような祝福を与え,てら,与えられると約束されています御言葉だけに従順すれば この世の中のことは責任を持たれると約束しておられるわけですね。中旬するとどうなりますか第一ペテロ第一ペテロ1章22節を見ると、えー、あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くに至ったのであるから互いに心から熱く愛し合いなさいと語っていますよね。真理というものは御言葉です。 神様の御言葉に従順することによって、私たちの魂が清められると語られています。御言葉に従順することによって清められるんですね、皆さん。私たちの魂をどのようにするきれいにすることができますかいくら石鹸で洗っても清められません。しかし、御言葉に従順することによって清められると語っています。悟るときに従順し、従順するときに悟るわけですよね。サイクルなんです。 悟ることと従順これを繰り返さなければいけませんスカルの町の女が従順することによってイエス様がどう,なりどうされましたか私たちも糧を得ますけれどもイエス様もまた満たされるわけですねヨハネ4章32節を見るとイエス様はどう,どう語られましたか、えー 私にはもうえ食物があるんだと語られましたよね。32節に私にはあなた方の知らない食物があると語られながら34節に私の食物というのは私を使わされた方の見心を行いその見業を成し遂げることであるとその女を通してイエス様は食物を得られたわけです。従順することを通してイエス様がああもうお腹がいっぱいだと語られました。 神様の御心をこの世の中でなすということはイエス・キリストと私たちが一緒になることです。御言葉をくださるとき、信じること、そして従順することによって神様の御心が表され、また主がそれを見て満足されると語っているわけです。私たちはその御言葉に従順することによって永遠な命になります。永遠にえ憂いのない、苦しみのない祝福を受けることができます。また イエス・キリストも私たちのその従順を通して満足されるわけです。私たちは主と共に父なる神様の御心をなすものとならなければいけません。結論的に言いますと、この御言葉を食べる秘訣は何かというと、聞いて、悟って、従順することです。ただ聞くだけであってはいけません。聞いて、悟って、また従順まで至らなければいけません。 ヤコブ2章21節から23節を見ると何と書いてますかヤコブ2章21節から見ると私の父祖アブラハムはその子の遺作を祭壇に捧げた時その行いによって義とされたのではなかったかとあなた方の知っている通り彼においては信仰が行いとともに働きその行いによって信仰が全うされこうしてアブラハムは神を信じたそれによって神は彼は義と認められたと語っていますね 信仰を持って聞いて信じて従順するときに私たちの信仰が認められるわけです。アブラハムのように私たちは信じて従順する者となって小さな巻物を食べ永遠の命を受けるだけではなくこの世の中でも大きな祝福をえ受けて愛む皆さんとなることを主忍びをもて祝福いたします。祈ります。愛するちなる神様、感謝いたします。 今日も私たちの信仰を強めてくださり、神様の見前へと綴り、小さな巻物を聞いて、食べて、従順することができるよう導かれ、心から感謝いたします。私たちがいつも生きていくとき、み言葉だけをしっかりとつかみ、その御言葉に従って歩むことができるよう導いてください。力強く努力して歩むことができるよう祝福してください。精霊にお満たしを私たちにお与えくださり、 従順することができる恵みを与えてください。また、御言葉に従順して、この世の中ですべてのものを責任を取ってくださり、私たちの魂をも清めてくださり、天と地の祝福を受けて、歩む信徒となることができるよう、どうか神様、祝福してください。すべてを祈った通りなされることを信じて、イエス・キリストのによってお祈りします。アーメン